ファミコン用ソフト初のテニスゲームで、その後の各種テニスゲームの基本となった。今までになかった斜め上からの視点が画期的で、リアルなテニスを楽しむことができる。二人用は対戦ではなく、ダブルスでの協力プレーとなっている。マリオが審判として登場することでも有名。これはシングルスでもダブルスでも OK。 レベル5でゲームを始め、勝利するともう一試合始まる。相手は鬼のように強くなっているので、心してかかれ。そしてその対戦で勝利すると、画面に優勝カップが表示されるんだ。しかも優勝賞金$10万。でもここで終わりなので、賞金は使えない。